喋ってて、地球海さん、僕は NPC を覚えました。あ、ありがとうね。エンジェルさん、リアルではあさらないでね。あさると思ってんだ。まあ、だけど本当に食うのに困ったらあさるだろうね。もう食うものなさすぎて、公園の水だけだともう限界みたいな。上野の空き缶って結構いいの？これこの岩いらないと思うんだよな。いい、コガネムシ出ないかな。あれ高く売れるんだよね。出ないね。ウィルパ、あ、キノコ3つ。エンジェルさん、そこそこもらえるみたいよ、お金。え、そうなの？ありかな。まったりのんびりやりたいよね。プレゼント。ミントいいでしょ。ちょうどそれが欲しかったって。本当か？ロバート。ロバートさん。キノコどう？お、キノコも喜んでくれる。ロバートさん優しいね。よしよし。よし。てん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 。で、ここでアイテム売ると。で、スプーンも新品同様の値段で売れるんだよね。鉄拳まだ使ってないな。キノコもとか。で、教会だね。今度行くところ。教会。多分あと数日なんだよね。お布施1ゴールドでもいいか入れたらまた違うって言ってたよね。それでだから8000円か。オッケー。おお、7増えた。もう一回、あ、変わんねえか。あとここで祈る。もう増えた増えた。あ、聞けない。ダメだ、ごまかされた。まだいけないね、裏口。今が何日目なのか全然書いてないんだよね。もう多分3日2日だからね。今更もがいてももうどうしようもないんだよね。俺バッドエンディングだと思うんだけどな。あ、いた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 。こいつさ、マックスにしたらどうなるのか気になる。環境深め。8% だって。まあ無理よな。あ、無理だ。また有効度合いが13。こいつ難しすぎか。難しすぎるような気がするけどな。ボタン手に入れるとか。無理なんよな。こっちの健康。健康さんで 100% 目指して。本こっちか。このパッドに連射機能あればいいのにね。ちょっとトイレ行ってきます。眠いんだよねマジで。行くか。これどんどん本読んで、もう1日経つのが早いよ。めちゃめちゃ前はめちゃめちゃ時間かかってたけどね。今本読むだから、だけだからね。本読むな。
回避率 5% アップ、覚えていいんじゃない。エンジェルさん、よしよし、ほんと1日があっという間だね。来た来た、7日でマジシャンなの。あ、こいつあと1だ。ほんとね、うまいやな。折り鶴、うん、布切れ、多分布切れでもこいつ喜ぶよな。お、来た来た、関係深める。これで、エンジェルさん、長見の今日の夜ご飯はサムギョプサルにしよう。何サムギョプサルって、韓国料理でしょ、お名前的に。エンジェルさん、だ。どんなやつ？美味しいのかな？うん。簡単に作れるのかな？聞いたことないけどね。てか韓国料理ってウーバーでさ頼んだことないからな。美味しいよ。へえ。臨床性が必要。エンジェルさん、長見って何が好きなの？俺？白米。もう元も子もないよね。白米が好き。100% なって、こっち。あ、なってね。瞑想と修繕。これ読み切ってねえな、本。こいつの能力でさ、本読むと。南さん、卵ですよね。卵は普通かな。エンジェルさん、あなた日本人ね。ああ、俺日本人よ。お米好きよ。なんかどっかにあるんだよね。本、こいつが最初から持ってるやつで、本読むと、3冊読むと1冊見たらっていうの。長見さんおすすめの飯泥棒は何ですか？何飯泥棒って、あれ一番好きな飯ってこと？分かんない。飯泥棒、飯泥棒っていう表現がよく分かってて、一番好きなのなんだろうな。一番好きな料理ってこと？あ、飯テロ。なるほどね。一番好きな、ミノウさん、うん、ご飯が止まらなくなるおかず、佃煮とか。あ、そういうこと？カキフライ好きだね。独房入りしたとき瞑想することができる。なんだ瞑想って。瞑想。エンジェルさん、長見味オンチだからな。そんなことないよ。ちょっと舐めないでほしい。独房入ったとき瞑想できるってこれどういうことなんだろう。一個取ってみる。独房入ったとき瞑想できる。瞑想できるようになるってどういうことなんだろうね。ジョーカー本読みまくるよ、こうやって。うんうん。よきさん、うん、味は二の次って言ってなかったでした？言ってないよ。そんな恐ろしいことないよ。味も必要よ全然。わらわら、うん、そんなことないよ。ウィップクリームのスタッフ。オッケーオッケーオッケー。あれ、またここも汗汗した。よきさん、お前何を知ってる？マジで俺の何を知ってる？うん、まあ基本的にはね、食べれればいいのよ。白米でかきフライ好きだし、お茶漬けも単純に好きだしね。丼物も好きよ。海鮮丼も好きだし、あ、海鮮丼好きだね、結構。よきさん、便利な言葉。ね。まあ、便利な言葉ではあるよね。あんまり深く考えたことないね。エンジェルさん、
将来彼女や奥さんの手料理を食べて美味しい以外の感想が言える眺めが見えません。美味しいだけマシじゃない？絶対昔の俺だったら美味しいも言わないと思うよ。黙々と食べてたと思うよ。美味しいって聞かれたら、うん美味しいよって。それで終わってたと思うよ。よきさん、レモンドウあれば何でもいいよって。うん。ん？レモンドウあれば何でも、そんなことないよ。そんなことないよ。え、また 10% 下がってる。エンジェルさん、もうレモンドウで味付けするわ。あー、やめろよ絶対。レモンドウで味付けしたら暴動起きるぞ、本当に。やばいよな。もうさ、こいつサタンみたいな感じになってるよ。こいつ。ルドルフ。やばいな。水星じゃ。戦闘するとき相手の攻撃回避すると。力が立つに10ポイント回復する。反撃の構えが回避反撃に変わる。へえ、これ強そうだね。もうこれ夜なってもさ、やることないんだよね。お金もないからこうやって歩き回って、なんかイベント、会話イベントみたいなのどっかあるかなって探すぐらいなんだよね。まあ、あんまり動いてもお腹空くだけだからね。トレーニングってある。腕立て伏せ。エンジェルさん、うん、ご飯も水じゃなくてレモンドウで炊いたら美味しそうだね。なになに、絶対水でしょ。糖尿病で死ぬと思うぞ。オーブンでインスリン待ったなしよ。絶対無理だと思うぞ。糖質やばそうだね。一旦これ座ってちょっと回復させて。待ったなしだと思う。もうめちゃめちゃ、え、椅子に座って。よきさん、うん、でもコーラミって料理もあるからワンちゃん。あ、なんかあるらしいね。肉、肉、豚肉だっけ。ガツガツにやるやつでしょ。うん、何か分かった。あ、力の経験値が50上がった。めちゃめちゃ室内トレーニングすごいな。そうやって回復しようって。あ、めちゃめちゃこいつ腹減ってんじゃん。これ、そういう時はこれ、ホワイトワッフル。待て待て、その前に水、水飲んで、一回上をしのいで、1ポイント増やして、腕立て伏せさ、する意味あんのかね？経験値を、左右、左右で空腹を紛らわす。1ポイント増えて、これで、ホイップワッフル食う。オッケー。いけよな。たったったった。よきさん、コーヒー飲んでから筋トレは？コーヒー飲んでもね、あー、コーヒーありだね。あ、違うよ、お腹はすくよ。どっちみち、どっちみちお腹はすくからね。どっちみちだね。みみょうさん、困った時の水ってすね。あ、そうそうそう、水、水、全くの空腹、絶望的な空腹の時にやるとあれなんだよね。よきさん、経験値がどう乗ってなかったでした。右下に経験値ってある、増えたら。20時40分、よしよし、これで9時になったら寝れる。よきさん、コーヒーに。あったっけ、忘れたな。コーヒー忘れたな。コーヒーも全部使ったと思う。あー、ないわ、コーヒーないわ。あ、またトレーニングってあるよ。寝る、腕立て伏せて変わりないんだ。よし。なんか魅力の経験値2倍かなんかよね、これ。腕立て伏せで力だからね。あ、夢来た。これな、かき乱される夢 3%。 え、勝てなくないこれ。抵抗率 3% なの。16-12、
66が出ないとできない。悪夢見るよこれ。66ダメで、1回やると11きた、成功、夢を回避した。おい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 、回避した、悪夢を回避した。こんな逆パターンあるんだね。まあ、食らっててもそんな痛くないけどね。よしよしよし、オッケーオッケー、105、よしよしよし、オッケー。これでトイレ、トイレ行っていった。勤勉っていうのがついたけど、何勤勉。野呂さん2度目だ。え、二度寝するとなんか起きるの？わかんない、勤勉。悟りか。行動量に体力職人20倍。忘れるまで4日。あ、悟りが開いたのか。悪習があるよ。やばい。こいつお風呂入ってねえわ、そういえばずっと。変更行って。俺これバッドエンディングだと思うんだよね。野呂さん、うんこの悟り。うんこの悟り、やばいな。あ、ビタミンさえ用意しちゃったよ。うんうんうん、この監修やばいな。ビタミン剤で抵抗力つける話なんだけど、一番の抵抗力つけるのは警棒で殴ることだって言ってるよ。やばいな、こいつ。こいつがやばい。こいつの思想がやばい。召喚を読むことか。よきさん、お、お。うん。今何してるか分かんなくなってるかな。と穴掘りさ、穴掘りしてる暇ないわ。ほらここ絶対会話があるんだよな。カイザーの考え、カードゲームの、うん、さあどうしよう。何でお金稼ごう。キッチン行ってみる。キッチンってまだ一度も行ってないよね。キッチンちょっと稼げるか見てみるか。ベンジさん、おいす。いえ、ベンジ、おいす。よし、キッチン行けるぜ、これで。キッチン。お仕事、キッチンルーム。キッチンどんな感じなんだろうね。キッチン初めて来たよ。一つ目はじゃがいもの皮むき、二つ目はピクルス、あ、こいつは3匹の豚だったんだね。そういえば料理、三つ目の皿洗い、料理の基礎、食材倉庫で監視の仕事だ。
ここなんだろう。あ、トイレか。下方。洗剤の匂い。すげえな。あ、トイレ使えるんだ、これで。ここで手を洗うと、ハンドソープと、シャーっと。え、これは物色。物色しちゃダメだろうか。あ、これか。仕事をする。じゃがいもの乾き。いらん。ああ。自分で皮むき用意した方がいいってどういうこと？お、勤勉だって。勤勉だから消費が抑えられてるんだ。割と楽だよね、これは。OK、よっしゃ。これで所持金50か。結構楽だね。あ、こいつはサボってやがる。うん、このケビンってやつ、借金だよね。こいつ借金してるから、もうズタボロだな。あ、開けた瞬間何？あ、下行った。え、あ、ブヒブヒ。うん、9回さん、ブヒブヒブヒ。しかり俺にはまず小麦粉を探さないとって。あれ、ピッキングツール俺持ってんだけどな。え、一番飛び、鍵を開ける。あ、来た来た。くぅぅ、これだからやめらんね。うわ、あ、これ何？チップ、キーアイテム、チップ100枚ごとに現金。へぇ、チップ。あ、鉛筆とペン。あ、鉛筆と紙か。2番目、開ける道具がないのか。こいつらピッキングツールの元売ってないかな。売れてない、持ってないね。うん、 OK。 ここだね、次。あ、皿洗いだ、これ。皿洗い、どんなやつ？マジで？皿洗いもミニゲームないんだ。これでいいんだ。楽だね。うん。ノロさん、ランチの時青津ちゃんがあって叫びたいね。青津ちゃん？ごめん、俺ボケ潰ししてるかな。うん。うん。ノロさん、うん、餃子2個。あ、そういうこと、中国語とか。中国語か。勤労の日だって、これ。勤労の日だからもらえてるんだ。はい。小麦粉どこにあんだろう。お、ここ何？あ、ここ、ここでギャンブルしてんじゃない。で、ここがキッチンに行くとこだよ。立ち去るって。ほら。戻る。ここでカードゲームしてんだよ。夜な夜な、こいつら。みんな。何も音がしないんだけど。うん。ここら辺でカードゲームやってもいいんだけどね。物色する、来た。まだ腐りきってるリンゴいくつか。これはリンゴ。シュ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 。
あれ？こんなのがあるのか。戻るか。なるほどね。なんか始まる。勝手に動いた。うえ、鳥ちゃん。夜な夜な脱獄こんばんは。こんばんは。脱獄全然成功してないよ。小麦粉欲しいね。慎重に動いた方がいいって。やばいやばい。ちょ、柴犬だよね。うん。やっぱスプーンで穴掘るのって大変でしたよね、サトルさん。お前何を知ってるマジで、俺の何を知ってる。全然掘れないからさ。掘るのに専念してもいいんだけど、それするとお金がなくなって餓死すんだよね、絶対。餓死はまだ一度もしたことないか、本当に餓死するか知らないけどね。あ、小麦粉これじゃない？小麦粉は今日。来た。8以上なんで66。大先行。お、小麦粉。うん。やっぱ氷入ったコーラうまい。てん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 。お、おさ。お、残り自由時間10分。ちょ、なんかないか。あ、ここ行けんじゃない、ここ出口か。見てるんだ。他にこれは来るす。結局何もないね。いやー、問屋頼もうかな。結局さ、一番儲かるのってここで皮むきだよね。ピクルス作るやつってどこなの？作るやつ。あー、これさっきのところか。こっち下もなんか道あんのかな。よきさん、どんや花に頼むんですか。調理場。そう、ネギトロ。あ、ネギ？なんだっけ。ネギ。ネギ玉。ネギ。なんだったかな。チー牛じゃないやつ。チー牛でもいいんだけどさ。なんとなく気持ちがあんまり。あれがあれだからさ。待って、見てみる？時々さ、問屋閉まってる時あるよね。あの、松屋とか、有名なところ？今さ、ウーバーイーツ見てるけど、あ、待って、録画止めときゃよかった。ち、来るまで時間あるからね。9回さん、どんだけでいいのか？そう、どんだけでいいのよ。どんだけ頼んだからね、もう今。あれ動かない。あ、これか。エンジェルさん、サムギョプサル。あー、サムギョプサル言ってたね、そういえば。サムギョプサルってどういう料理なの？見てみる？うん。あー、あれ来たら見てみるか、食いながら。南さん、キュールリー。キュールリー。なんかもう、全然この、こいつらストローに料理技術見てもらう必要がある。誰かから意識もらおう。料理の技術見える。
油まみれ料理のテスト、ラメールさん、ウェイウェイ、15時間ウェイ、15時間ウェイ、頭痛いウェイ、ちょっと予定があるからあんまり、ちょっとこっちじゃがいもでさ、一旦お金稼ぐか、じゃがいもしまくってお昼に入るまで、とりあえずここで、あと数日なんだよな、多分あと2日か3日ぐらいだと思うんだけどな、今が何日目か出てないから辛い。南さん、水分取ってますか？水分取ってる、もうコーラオンリーだけど、本当にオッケーオッケー左下のスタミナが切れそう。南さん、冷えたおでこに貼りましょう。おでこ貼っちゃう？よしよしよし、お金結構稼げるよね。椅子どこ？椅子、座って休める椅子がない、こっちか。え、どけよこいつら、座れねえじゃん。南さん、すっきりしますよ。マジで？エーピター、まず家にないんだよね、医薬品系が俺一切ないからね、家に。食い物もないけど、あ、椅子ここにあるじゃん。球界さん、コーラ頭に当てろ。おい、人だったと思ってる。絶対是が非でもあれあれ欲しいわけじゃないからな。これ椅子座れないの、これ、あれ座れないんか、この椅子は。あ、座れた、休む。24、あ、ランチまでになるんだ。よきさん、頭取り外して新しいの取り付けましょう。焼きたてがおすすめです。アンパンマンじゃん、どう考えてもアンパンマンだよね。休憩行きますって言ってさ、そのままお昼後に戻ってくるってすごくない？今氷食ってる。よし、これでまともなの食えるよ。おにぎりか、また 6？ おにぎりか健康茶あげる。お、だけどオムレツさんなんだよな。アンパンマンってよくわかりましたね、わら。アンパンマンよ、私わからんかった。嘘、おにぎりだな、おにぎり。へいへい、おにぎり食ってる。やっぱオムレツなんだよな、こいついつも食ってるな。こいつ盗めないんだよな。コッペパン、コッペパンはいいや。こいつはかぼちゃがよ、かぼちゃが多いよね。空腹ゲージがこれルドルフってやつかな、ヌードル。球界さん、長見はネギ玉丼マンだよ。そう、ネギ玉丼マン、そう、正しいよ球界、ありがとうね。コッペパン、ダメだ、どうしよう。コッペパンだね、とりあえずコッペパン盗みやすそうなやつ、こういうカムの橋みたいなぬるっとした顔をしてるやつ。コッペパン、ナイス。じゃあお隣に座りますね。おにぎり食って、よしよし。で、隣のコッペパン、はい、突撃、隣のコッペパンありがとうね。コッペパンありがとうね。隣のコッペパンももらっていく。よし、容赦はせん。オッケー、ふう、うまかった、うまかった。タワーリンゴ丸は、よしよし。てん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 、どう考えてもマッチもいいな。うんうん、球界さん、こじきと折り越して強活だよね。あの、次これクリアしたらさ、次は戦闘メインで行こうかなと思ってる。もう目に合うやつ全員強活していくみたいな。それは言い過ぎだけどさ、今って全然戦闘って2回ぐらいしかしたことないよ。よきさん、それ楽しそうですね。ね、なんか殴ったりとかして倒してると、そのうちなんか脅してカツアゲみたいのができるらしいよ。今は全然こうやってここ離すあるけど、 X 押して右上の X のアクション押すと、こうやってほら殴るっていうのが、これの他になんか
脅すっていうかカツアゲみたいなのもあったんです。で仁義もそれに対応したやつあったけどね。リョキさんの位置目指しましょう。ん、ナンバーワン無理よ。いや無理よ。ダンダンダン、みんな、え？ダンダン、あ、めっちゃ座ってる。うん、よし、売りに来ました、三河屋です。綺麗だけどなんとなく必要だよね。クエスト、うん、わけわかんないの増えてるかな。クエストやクッキー6枚だ。トランペット手入れ、下剤を4つ集める、千金箱に入ってるラッキーコインを取り戻す。間違って入れちゃったってことかな。宗教関連もあるね。うん、やばい、あくびしてるわ盛大に。あの教会だよ、そう教会、メインイベントは教会、教会のあの先生に認められてもらえばもう出れるはずなんだよ。協力者いっぱいいるから、達人クラスのやつがね。教会の先生いないね。はい、どれがいいでしょう。あれ全然イメージ進まないね。メインアンダーソンから許可をもらえ、教会の奥に入る。アンダーソンから許可がもらえないんだよね。まずどうしよう。今意識飛んだ。ネギ玉牛丼が楽しみ。今寝るとネギ玉牛丼食べれないっていうか、もうウーバーイーツの人に迷惑かけるよ。うん。よきさん、歩くほどに踊るほどにふざけながらじらしながらバラより美しい花、君は変わった。浄化伏せ開けられ多少目覚めた。よし、ウーバーさんまだかな、待ち遠しい。お、盗みを働くとき、これもしかして、九階さん今向かってるウィッチ屋337条。ありがとうね。今頭めっちゃぼーっとしてた。同じ同盟の職分派する。盗みを働くときポイント1、盗みを働くっていうのが意味わかんないんだよね。これ盗み働く。鳥さん今長見さん家の下にいます。ありがとう。本当に
もしかしてピンポンって鳴ってるもん。鳴ってないよな。絶対鳴ってないよな。あ、また変えよう。変えよう。念力。念力してる、こいつ。念力でなんとかなると思うんだよね、こいつ。やってるんだよ、いつも。うん。ちょっとヘッドホン外しとこうかな、一応。南さん、なったら我々に聞こえます。球界さん、あと4分くらい。あと4分くらい。なんか左上のやつさ、俺文字が見えないんだけど、途切れてんだけど、あれ。トリリニクさん、ディノ男性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 。ありがとうね。ダンスありがとうね。南さん、ケンタッキーの時大きい音で聞こえましたよ。ケンタッキーの大きい音聞こえた。あ、本当に？じゃあ大丈夫か。ピンポン。無駄無駄って、これジョジョじゃん。じゃあヘッドホンしよう。完全にジョジョじゃん。数個3メートル、数個3メートル、数個3メートル。うわ。よし。またコーラ入れよう。ダメだ、頭フラフラする。眠くなってきた。これそんなにアクション性ないからね、本当に。頭も使わないしね。うん。うん、淡々とやってる感じだよね。右。え？これは？よきさん、スレイザースパイアは頭使いますからね。あ、あれは頭使う。トリさん、15時間半、わらわら。うん。そう、これなんか2人でやってない？これパソコン。うん、これいいんだよね。ログインして、うん、コンピューター学校、ビデオゲーム、映画を見る。今日の深夜3時からステアムオータムセールです。ローグライク何か安くなってたら買うんですか？あー、買わない。もう本当にね、あれ、積み毛がありすぎて辛い。ダメ、これ以上買うともう訳が分かんなくなる。うん、お、イカサマするとき何個なるの？わらわら。もう結構積み毛が20本近く溜まってる。球界さん、毎日やれば間に合うよ。よきさん、無理やろ。無理やろ。毎日やれば間に合うのは俺もわかるのよ。さすがにそれはわかるのよ。みなみさん、そんなにすんごい。ね。本当に。のろさん、ターキーさんより少ないからいいじゃん。ターキーさんめちゃめちゃ溜まってんな。マジだよ。ドームさんの上を気をつけ、イカサマをするとき。20本言ってみてください。20本え、やだよ、めんどくさい。よきさん、積み毛がたまるごとに配信頻度が。ね、高くしないとね。これなんだろう、意味がわかんない。わらわら。これ。これ何？よきさん、ダーさんは100本でしたっけ？球界さん、マジ？まずスレイザスパイアでしょ。ノロさん。ターキーさん去年年末セールで100本投げて本人が200買ってるから300積んでるって言ってた。マジで？やば。そうなんだ。同名の映画を視聴するって。よきさん、300はやばい。あ、これ見たことない映画見えるんだ。あ、すでに見た。球界さん、毎日やっても間に合わないじゃん。やばいよね。南さん、ゲームってそんなにあるんですね。ある。なんかさ、あれ知ってる？アラブかどっかのさ、お金持ちの人がさ、スチームに載ってるゲーム全部買ってんだよ。知ってた？で、うん、のろさん、こないだ俺のあげたゲーム消化するって1本やったら5本追加プレゼントした。やばいやん。
運動行動を行うときポイントプラス1、健康値が1枚のポイントプラス2。これなんだ、運動行動を行うとき球界さん、アラブがなんだって。アラブ、そうそうそう、お金持ちの人か。配信中でも前言ってたような気がするけどね。よきさん、消化させる気がない、わら。絶対消化できないよ、もうそのペース無理よ。あ、映画一本見切れないって。あ、来たよ、ピンポン聞こえた？撮ってくんね、この BGM。 ちょっと椅子座って待つか。多分もうそろそろ終わりなんだよね。刑事のモードにもう早く行きたいまであるからな俺。ポケットがもういっぱい。あー、待って、普通プレゼントとか。あ、もうあるんか。プレゼント、大変なやつにも。野呂さん、北海道モードも楽しみですね。北海道はしないかな。申し訳にゃいけど、にゃいけど、このこいつらのさ会話が全然意味わかんないんだよね。どのぐらい賞金、失われた黄金城。黄金城という単語初めて聞いたけど、死への黄金の道、これ次元に転送してしまったとか言ってる。科学文明って今現代と同じだよね、このゲームの背景。床の照り返しの具合が本物っぽくていいな。これドットで表現してんでしょ、すげえよな、本物よな。めっちゃ汗かいてる、うん、うん、関係深めるってやったら民衆性が必要って言ってたよね。ほら、民衆性が必要。うん、多分民衆性が満たしてないんだよね。君はただ箱の中の服を返すのに簡単な。それだけの敏捷性。敏捷性は5でしょ？ 5 で足りないってこと？最低でも6以上ってことだよね。あ、手でサクサクやるやつ。ファイティングのところさ、あそこでここにかけようかな。あれ、こいつクエストないの。今頼める仕事は、なんかそういう、これ結局さ負けた、まあ、予想しても負けたりするからね。うん、
1夜にかけて無駄になりそうな気がする。マックスとグランジ、マックスってあれだよね、全然違った。グラン、あ、来た、このワニ、このワニがやっと出てきたわ。なんかこいつ強いと思うんだけどな、このワニ。二重の狂気、戦闘開始地の狂気を獲得。二重の狂気ってやばそうな気がするけどな。マックス、ああ巨人殺し、あれ動かない、あこれどっちもどっちだよね。さっきの説明分かるような気するわ。どっちもどっちで強いね。かける、かけた方がいいか、一応どっちでもいいんだったらマックスにかける。50ドル、あ選べんだ、50ドルでいいや。外れてもいい額。これ見に来るとさ、チケットだけで40ゴールドなんだよね。もやもや、どうした、もやもや。すごい化け物扱いされてるこいつ。うん、自分の独房入りますか。あダメだ、眠いよ、限界来るよ。うん、あリンゴ持ってる。リンゴって、あそうか、変更の、お、とりあえず修行すればいいのか、余った体力トレーニング、うん、やっぱ回数まとめてやった方が楽だな。まとめてできなかったっけ前。うん、あ、うん、めちゃめちゃ打てたで。ラメールさん、寝る前にマイエクササイズ、クスナガミパンダ。どうもどうも、ラメールさん、うん、もう多分寝ると思う俺そろそろ。いや、結構かなり強烈な睡眠来てる。ラメールさん、リパシ帰ってきた？帰ってきてたよ。ね、またなんかやってることを祈ってますとか忘れたけど、なんか感じ、そんな感じのこと言ってたけどね。うん。いや、これ立ってゲームしても俺寝る自信あるな。ってゲームしても寝る自信あるのに今座ってんだぜ。よきさん、あと4時間頑張ってください。あと4時間、ああと4時間か。のろさん、長身が寝たら俺らはどうしたらいいんだ。普通に暮らせよ。誰も邪魔しないから普通に暮らしてくれ。よきさん、エンジェルが待ってます。クスナガミパンダ。大丈夫よ。ブーカと俺はもう繋がってるから、もう全然。折り紙折って待ってるね。折り紙折って。折り紙って何よ、折り紙って。休むで、これ9時までもう一気に行っちゃう ?9 時までが40でしょ?じゃあ、半分の20まで回復して、で、また、ここで筋トレ。うん、ポコ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 、これ筋力こんなに上げてもさ、あんま意味ないよね。12トレーニングこんなにやってもあんま意味ないと思うけどな俺。ポコ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 、
これ20%オフだからいいよね、消費が。よし、完璧。パーペキ。パーペキよ。なんで。よし、オッケー。もうそろそろ終わりだと思うんだけどな。刑事やったら目が覚めるかな。全然教会行ってもさ、あの神父さんいないしさ。あ、17日目って出てるよ。あと3日で終わり。3日で終わっちゃう。二度寝するとなんか起きんの？今まで二度寝したことねえからな。あ、お風呂入るの忘れてたな。また石鹸が。鉄拳が邪魔をするね。紙作るのも忘れてたな。ね、今のうちにもう朝一で作ろう。ありがとうございます。よし、いっか。あれ、鉛筆がある。鉛筆なんか使うやつあったっけ。よし、行くか。変更。本当だ。服装が青と黄色と赤がある。これでギャングっぽい。ギャングで分かれてんのかって言ってたのか。俺逆にどこにも入ってないからね。無所属もギャングなのか。うん、お宝を掘り出すこと。よし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 。どうしようかな。洗っていこうかな、やっぱ。何もないからな。あ、洗面台取り外してパイプエリアにも。これあ、どうだ。スプーン向こうにあったよな、確か。だけどどっちみち足りないんだよな。これ3日でしょ。あ、足りないな。行くしかねえもんな。他にやることがねえからな。ここ回すしかないんだよな。じゃがいも剥いたら大体お金持ちになる。よし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 。あと3日よ、あと3日。あ、長かった。眠い。
じゃがいも剥くだけで一番お金持ちになれるっていう。本当にジャガイモの皮をレンダで剥くだけ。みんなもうだいぶ使ったからな。こいつだいぶ暴れ回ったぞ今。うん、じゃがいも必要ないんじゃないもん。264だいぶ増えた。あ、お腹空いてるこいつ。水で上をしのいで、よし。で、これ。いやー、ゴミみたいな生活してるな。あれ？座れない。座れる椅子ってどこにあったっけな。もうあった。ランチまでやす。ダメだ眠い。ちょっと顔洗ってくる。ここはクリアしたい。え、あと3日でしょ。もうちょいよ。寝るわけにいかんからな、このタイミングで。え、みんな頭になんかコメントあれが出てんだけど、何これ。よきさん、うん、もうちょいですね。もうちょい、もうちょいじゃなくて、みんな頭にさ、あれが出てる。これ健康値プラス10なんだよな、かぼちゃかゆが。満腹度めっちゃ少ないけど、半分なんだよな、かぼちゃかゆか。ほらみんな頭にさ、ほら出てる。これ何？あ、出てないのこいつだけか。隣か、かぼちゃかゆ食ってんのか。何みんな頭に。白クマ。あ、タイガー。あいつだけど、飯奪うのあいつ大変なんだよな。もうカボチャがよ、こいつしかいれば。あ、縄張りとかあるんだ。あいつか。みんな頭にさ、ほら出てるよ。え、何これ。何この状態。え、ビッグフットの縄張りだ。え、ここは？え、どこも座れねえじゃん。ここはもう座られている。え、おい、飯食えないんだけど。ここは割れた。全然食えなかった。え、立ち上がった瞬間、うん、あ、戦争すんだ今。ここ食堂で戦争すんの。ドアが開かない。うん、お、ジャンボ。うん、売り言葉に買い言葉。来た。お、バキ。
来た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 、戦争ムキってやってる、暴れる気だ、うん、大暴動が始まった。おっと、うん、待って、一人だけめちゃめちゃ静かに食ってるけど、あれペン天使、お気に入りの囚人はいますか？お気に入りの囚人は特にいませんね。あ、だけどあの爬虫類、あ、今画面に映ってるこいつ好きかも、こいつこいつ好きかも、なんとなく。ペン天使さん、ペン天使、うん、これら、うん、レイドありがとうね。さっきまでね死んでた、ナイス、ほぼほぼ寝てた、ペテンシじゃ、ペテンシさん、レイドありがとうね。電気砲は長見、キミちゃんもありがとうね。ショートカットで言ったら、こちらですね、ペテンシーさん、ペテンシーさん、こちらでございます。コルロさんですねペテンシーコルロさんでございます、よろしくお願いいたします。関西電気保安長見、ありがとうございます。完全に眠いです、もう飛んでます。レイドしてくれた方ありがとうございます。コルロさんの方、うんうん、